どうも、寿司ラーメンのリックです。あのですね、今回私なんとこちらのいたずらしちゃうっていうね、怪しい本を出させていただいた、あそこの千冊にサインをしにね、あの角川本社にわ直々にお出迎えになさりましたんですけど、たまたまこの本の中に寿司ラーメンドッキリ被害者の会っていうコーナーがありまして、でそのコーナーの現会長の水溜りボンドのカンタ君、そのカンタ君がね、なんと2階にいらっしゃるんですよ。俺は思うんですけど、カンタ君の中で今この物質に対して世界一油断している瞬間なんですよ。生かさない手はないなと思いまして、たまたま鉢合わせた寿司ラーメンが、あ、もう先日ありがとうございましたって言って、こうパカってやったら、お、マジできた、どれどれって絶対見に来るじゃないですか。もう今回ね、この油断をついて、その差し出した本を爆破していこうと思います。チラッ、これイン、イン、こうして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 いって、僕の袖からこうやって小麦粉チューブが繋がっているんで、じゃあもう終わりですね、この世の。完成。おいおい、天井から毒キノコが生えてるぞ。被害者の会で出ていただいてたんで。お、来たのか。来てる。どこがドア。おい。今回ですね、はい、なんとこのいたずらの魔法に出ていただいてる寿司ラーメン被害者の会現会長の水溜りボンドのカンタ君にお越しいただきました。よ、発売まずおめでとうございます。ありがとうございます。こちら。驚きのページがあるんですよ。何何、俺まだでも発売したんだよね。ちょっと見ていただいてもいいですか。見るだけでしょ。めっちゃ腹立つのが、これ注目って書いてあるのよ。注目って書かんくていいから。何これ、発売でサイン書いてたんでしょ。やっぱ一番これカンタ君が油断するもんだなって思ったんですよ。そこで顔面を爆裂させてやろうって聞かれてください。俺来るの知ってた。誰にやろうとしてたの。何大人も悪いよこれ。俺やっていいよって言った大人も悪いよ。今ソラチーさんがいるんですか。います。あ、じゃあちょっとあと2分待ってください。いや、お前さっきの敵だと思って。ふざけんじゃねえ。じゃあ僕左に行ったのこっちから行きます。俺には出ないで、間違ってる。どうした？読みたそうなやつがいますよ、あそこに。読ませねえぞ。この本を読ませねえぞ。そこ。やばいことになるの？分かってる。もう、もう見せてあげないとさ。やっぱり。うわ、怖い。やるじゃないか。この、ですね。はい。エイク見せてあげないでしょ。
なそっちか、そっちか、なんでだよ俺じゃないんかい冗談お前の本でお前を叩く俺にやった。いや、ちょっと待って、俺だけにやった。いや、お前かかってないの。俺の目ん玉の中に白いの入ってるから白いでしょ、白くって見えるだけ。白いでしょ、全然白くない。違う違う違う、笑ってる場合ちゃう。かかってないんすよ。服だけちょっと汚れた。俺には当てないで、間違ってる。間違ってるじゃん。だってなんならこの空気入れたの俺よ。さっきの敵だと思って。ふざけんじゃねえ。先輩がやっぱりあんなに復讐心持ってやってたんで。確かに。それはちょっと地獄に落ちちゃう。僕が。やっぱ先輩で天国行ってほしいんで。せーの、ポケ。じゃあ待って、俺らの本ならまだわかるよ。なんで先輩、さんが来て。なんで先輩に番宣見てる。ポケ。滞在よ。あんまり揺れないように帰ってください。帰らせるなって。どう帰るのこれ。